それではファイル管理システムを提案させていただきます。皆さんの個々人でパソコン上でファイル管理というのは多分されていると思うんですね。どこまで細かく厳密にされているか。まあそれはまあ各個人個人で違うかと思います。で、それを全体としてファイル管理をやっていこう。そしてお互いの共有情報をうまく資産として活用していこうというのがファイル管理システムになります。前回、日頃の仕事の中でめんどくさい仕事だな。またこの仕事をするのかと。そんな思いをしたことありません。そういった時にもし、そういった仕事をシステム化することができれば、どんなに仕事がスムーズにはかどるか。そういうことで、そういう提案をしませんかという話を前回させていただきました。で、ファイル管理システム。このことについては、今非常にまだまだ未解決の部分も多いんです。これだけ IT 化が進んでも遅れた分野になります。職場ではファイル名を規則化し整理していると。あるいはファイルサーバーを利用したり、個人管理に任せている。まあそういったものが、通常だと思いますね。あるいは業務用のサイボーズというそういったデータベースを使っているところもあるでしょう。ただその実際の使い勝手はどうでしょうかね。この度のファイル管理システムの特徴というものは、現場サイドから提案されたと。要望され、それを最大限の技術を応用して作られたと言ったのが特徴となります。で、今まで私が関わった、市役における業務用のシステム、そういった類のものではない。いわゆる汎用システム、どんな職場でも、どんな会社でも活用できるという、そういうシステムとなっています。で、技術的には非常に、使いやすさ、それと、エンドユーザー、重視と、そういったものが特徴となります。さらに技術的な特徴といたしましては、ウェブコンピューティングを用いております。Windows でも、Macintosh でも、タブレット端末でも、とにかくインターネットが使えて、ブラウザを利用することによってデータをサーバー側に上げることができます。そのことで利用することができますので、皆さんが同時にネットを通じて情報をやり取りできると、そういうことになります。データの上げ下げもできます。で、また、ブラウザ上で、上げたデータ、例えば、ワードやエクセル、パワーポイントデータ、そのものをサムネイル表示、いわゆる一覧表で表示したときに、どんなファイルの内容がその中に入っているかというのが、要約された形で PDF 表示されることになっています。さらに、ファイルを更新する。あるいはファイルを閲覧する。検索する。PDF の形として一つに束ねる。その束ねた PDF にしおりをつける。そういったこともこのシステムでは可能にしております。で、検索においてはファイル名だけではなくてファイル形式、あるいは誰が登録したか、コメント内容からも検索できます。ファイルの登録に関して、ファイル登録は、一個一個のファイルを登録することもできますし、同時に複数ファイルの登録をすることもできます。で、ファイルの登録のやり方というのは、ドラッグ&ドロップ。まあ、ここでは、ワードやパワーポイントやエクセル、同時にファイル登録画面の中に引っ張ってきて、そこに入れ込むだけでファイルが登録されるということになります。で、登録状況も、進捗状況としてグラフで表示されるようになっております。実際にダミーでファイルを登録した様子をここでは示しております。まあ、いろんなファイルがここでは上がっています。画像データ、ワード文章、あるいはパワーポイントの資料とも上がっています。こうした具合にその内容が一目瞭然というか、概要が表示されると。そういうふうになっております。登録されたファイルは、いつ登録された、誰が登録した、そしてまた、登録ファイルにコメントを付すことができます。で、コメント内容には文字制限というのはありませんので、そのファイルを、後で
分かるように詳細にコメントをつけるということが可能になっています。で、つけたコメントも検索の時のキーワードとして、作品として使えることになります。一覧表示の中のファイルの、画像写真、料理の写真、ここではロシア料理のブリンリンの写真ですけど、その写真をクリックする、あるいはこの画像のタイトルをクリックすると、その詳細情報というのが出てきて、この詳細情報の中にはこのファイルを表示しますか、あるいはダウンロードしますか、移動しますか、あるいは、権限を与えますか、削除しますか、とそういった情報表示が出てきます。で、ここではこのデータを誰と誰と誰に権限を与えるか、いわゆる閲覧ダウンロードの権限を与えるかという、そういう画面になります。で、その中をクリックすると、いわゆる全ての人、あるいは本人だけ、個別に指定した人だけという形の選択ができるようになっております。いわゆるファイルとファイルの共有をグループ化しようと、そういう概念でこれは来ています。これは全て管理画面から規定される内容となっております。閲覧権限の中身を見てみますと、本人のみ閲覧、全員閲覧、それとちょっと見づらいんですけど、閲覧者、個別指定ですか、そういうのがあります。で、ここで赤枠で囲んだ閲覧者個別指定、その中を覗いてみますと、この許可の与える対象の人が出てきます。で、ここでは椎葉、竹原、上原ということにしておりますけれど、この中でチェックを入れた方に閲覧権限があると。で、もちろん、登録した本人は必ず自動的にここはチェックがつくようになっております。必要な、他に必要な方の権限をここで与えるということになりますので、そういう形でチェックを入れる、そうするとそのユーザーには権限が与えられるということになります。ユーザー側で見てみますと、これは上原さんがログインした画面から見える環境になります。で、このフォルダーは食品というフォルダーの中に投げ込んでおりまして、そのブリンヌイの写真は上原さんに許可は、まあもちろん椎葉さんにも与えておりました。上原さんから見た場合にはそういう具合にして、このブリンヌイの写真は上原さんは、いわゆる許可が与えられたということになります。ファイルを登録した本人には、いわゆるファイルを更新する、修正をかける、そういったことが可能になりますけれど、ただ一般ユーザー、いわゆる権限を与えられた閲覧、あるいはダウンロードができるという、そういった場合には、このファイルの表示の仕方が変わってきます。実際に、そのブリンヌイの写真をクリックする、あるいはタイトルをクリックしたときには、ファイルの表示、そしてダウンロード、この2つしかありません。ファイルを移動したりするということは不可能となっております。登録した本人にはファイルを移動するということが可能になります。もともとこれは食品のフォルダーに登録しておったファイルです。で、それを別の他のフォルダーに移動することができます。で、もちろん本人にしかフォルダー許可されたものは見えませんので、許可権限が本人に与えられたものの中での移動ということになります。ファイルを検索する、なかなかたくさんあるファイルの中で見つけるというのは非常に、困難な場合があります。で、このファイルシステムという非常にファイルを検索する機能というのは優れた特徴を持っております。まずは登録したもの、登録者からの検索、それと日付、あるいは期間でもいいですし、で、ファイルのタイトル、それからコメント、ファイル形式、そういった形で複合的にファイルを検索することができます。で、検索に時間がかかりませんので、非常に便利となります。
時間の関係で十分説明することができませんけれど、その他の機能としては、PDF、もともと PDF として挙げられたもの、これはもう正式な形の PDF と言えますので、それを束ねる、あるいはその順番を変えながら結合させて、そのしおりをつけるということができます。で、今、アクロバットの最新版ではそうした機能もあるみたいです。で、ここでは、ファイル管理システムの中に、まあそういったものも利用しているということになります。で、また、個人フォルダーの活用ということで、個人フォルダーも、それぞれ、ユーザーごとに自由にフォルダーを作ることができます。ただし、このフォルダーに関してはバックアップ体制というのは管理者ではできないようにしております。個々人のデータということになりますので、それは、まあ個人で管理していただくということになりますけど、共有するデータに関しては、バックアップ体制が引かれるということになっております。で、これは別媒体に HTM からリンクが貼られた形で、この今、ネット上でファイル管理システムが見えるような形で、別媒体でそれが見えるということになりますので、サーバーの中ではなくて、ハードディスク、外付けでもいいし、あるいはパソコンの中でもそういった形で圧縮形式で保存して、それを回答すれば、保存ができるということになっております。本来であれば、インターネットを利用しながら、このファイル管理システム、管理者側の設定の動き、それからユーザーサイドでの表示、動き、というのを見ていただくのが一番わかりやすいかと思うんですけど、まあ、今回は申し訳ありません。パワーポイントのスライドを、写真として落としたものに、それに音声を入れたということで少し制限がある説明になりましたけど、全体が少し見えづらいかもしれませんけど、実際にインターネットでこのファイル管理ソフトを手に取って動かして使ってみると、先々、便利だなと。ということが多分お分かりになると思います。で、まとめとして少し振り返ってみますと、検索機能がです、タイトルだけではなくて、コメント、登録者、そういった情報からも検索できる。それが一つの特徴。それと、更新ファイルが、世代的にずっと継続して、表示されます。いつそれが更新されたかのかというのが、わかりますので、過去に遡って同じファイル形式、同じ、いわゆるドキュメントを、遡ることができると。どこで修正をかけたということも、わかるということになります。その説明は今回省いておりますけど、実際に使ってみるとそれがわかると思います。それと、PDF の、いわゆる束ね、結合、しおりをつけるそういう機能。それと、これは、ファイルは、サクラネットのいわゆる VPCS というレンタルサーバーの中にファイルが保管されます。で、もしサクラネットが震災、天災等で、サーバー機能がダウンしたとしても、これは別媒体でバックアップをしとけば問題なし、いつでも復活することができると。今回のファイル管理システムというのは、今使っていただいている主役のNASのシステムとは根本的に違います。NASはあくまでもフォルダーごとの保存、そしてフォルダーごとの共有ということになります。中の詳細のファイルに関して検索したりだとか、あるいは更新の履歴を見たりする、そういったことっていうのはできるものではありません。このファイル管理システムだからこそ、更新記録、あるいはファイルのお互いの共有状況含めた共有資産として活用できるという、そういうシステムとなっています。で、また、バックアップ体制も引いておりますので、サーバーに置かれたデータも別媒体に保管するということもできます。まあ、細かい話はここではちょっと、伏せますけれど、そういう形になっておりますので、まあ、万が一、サーバーが何か、天災、そういった、震災等で復旧できない。そういった時でも、外部のバックアップで活用することができるということになります。で、最初に、登録をする、その一点まで、後々、ファイルの管理が非常に楽になりますし、みんなでファイルを管理、共有できると。
そういう特徴を持ったファイル管理システムということになります。で、これは、まあ、細かい提案、具体的な提案というのを私がしましたし、ただ、プログラムに関しては、一緒に、私と一緒に仕事を今までやってきた仲間、専門のプログラマーです。で、その彼の力によって完成した作品ということができます。まあ、皆さん、よろしければ活用してください。以上です。